こんにちは。日本とモンゴルは1972年2月24日に外交関係を樹立し、今年が50周年という節目の年となっています。両国の関係を良好に保つために重要な役割を担ってきたものは数多く存在しますが、中でも大相撲で活躍するモンゴル力士たちが両国民の距離を一気に縮めたことは疑う余地がないでしょう。しかし当然ながらモンゴル力士たちも一枚岩ではなく対立関係もあったそうです。今回は旭秀山さんが朝青龍さんに語った言葉について、モンゴル力士の過去の関わりなども交えて紹介します。ぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。今年で外交関係50周年となる日本とモンゴル、多くのイベントが両国で行われており、2月には記念式典も行われました。これまで多くの人々が両国を行き来し協力してきましたが、中でも相撲界ではその影響力は大きなものとなっています。1991年に大島さん、旭天鵬さん、旭天山さんらが選ばれ、初めてのモンゴル出身力士として来日したのを皮切りに、多くの力士が日本で各界の発展のため切磋琢磨してきました。中には日本の国籍を取得し、親方として後進の育成に励む者もいます。9月場所では、左前頭3枚目の玉鷲さんが、昭和以降最年長である37歳10ヶ月での優勝を果たしました。モンゴル力士ということでは、5月場所を制した横綱照ノ富士さんから3場所連続となっています。玉鷲さんはモンゴル出身力士の中でも独自の立ち位置を貫いていることで知られているようです。現在の各界にはモンゴル出身力士が18名在籍中で、三役だけでも逸ノ城さんの他に元横綱の甥っ子に当たる豊昇龍さんがおり、小結の霧馬山さんは三大関に勝利して9勝6敗の成績を残しました。また親方にも宮城の高砂、大島、鶴竜、錦島と5人が名前を連ねています。モンゴル出身者は各界で一大勢力になっているようですが、元横綱白鵬さんの祝福に玉鷲さんは笑顔を見せなかったようです。白鵬さんは自身のツイッターに玉鷲さんとのツーショットを公開し、玉鷲優勝おめでとうと祝福していましたが、白鵬さんの後方に映っていた玉鷲さんはマスク越しにも笑みを浮かべていなかったといいます。これに対してある若手親方は、モンゴル人力士にはいくつかのグループが存在するが、玉鷲は白鵬のグループとは交わらないことでも知られている。玉鷲は土俵では各界のモンゴル人コミュニティに入らないと決めているらしい。モンゴル人力士の頂点にいる白鵬とは距離を置いており、それが今回のツーショットにも自然と出てしまったのでしょうと明かします。日本人同士も同様ですが、同じモンゴル出身力士たちの間でも派閥争いや対立があるようです。2017年鳥取巡業の夜に、当時の三横綱である白鵬さん、鶴竜さん、日馬富士さんがモンゴル出身力士らを招集し、その席で日馬富士さんが鷹の岩さんに暴行したことにより、裁判沙汰や元鷹の花親方の孤立など各界を揺るがすことになった一連の騒動も、モンゴル力士たちの上下関係が一つの理由となっていました。その事件をきっかけに日馬富士さんは引退に追い込まれていますが、この暴行問題をめぐってはモンゴル出身の朝青龍さんと旭秀山さんが場外乱闘を繰り広げていたようです。朝青龍さんはツイッターで、また彼が話したのか、嘘をつくな、もっと上手に嘘をつけ、我慢できない、本人は話している言葉の意味が分かっているのか、到底理解ができないと過激な
発言を連発しました。名指しはしなかったものの、鷹の岩さんとの電話のやり取りを明かした旭秀山さんを指すのは明らかで、フジテレビ系の番組で旭秀山さんは多分僕のことを言っている、いつか俺が嘘ついているか、どっちが嘘ついているのかわかると明かしています。朝青龍さんは春間富士さんを支援する立場で、関係者は朝青龍は旭秀山は何も知らないのに話していて許せないと怒っていると明かしていたようです。この事件で SNS やテレビを通じた空中戦では、春間富士さんと鷹の岩さんの代理戦争の形になっていましたが、実は両者の確執は14年前に遡ります。2003年7月の名古屋場所5日目、当時横綱だった朝青龍さんは旭秀山さんの髷を掴んで反則負けしました。8日目の取り組みの後には風呂場で体がぶつかって口論となったり、朝青龍さんが旭秀山さんの車のドアミラーを壊すなど、犬猿の仲としても知られています。この時は当時角界ナンバーワンの怪力を誇っていた海王さんが仲裁に入り、なんとか事なきを得たようです。11年には八百長問題で角界は大荒れ状態で、春場所が中止となると八百長への関与を認めて、いない力士が引退勧告を受けたことに不満を募らせた。モンゴル出身力士らが中心となって夏場所を自分たちの方からボイコットすべきだとの声が上がりました。これも力士代表として当時大関だった海王さんが反対を唱えたことで事態を収めていますが、旭秀山さんと朝青龍さんの遺恨は現役引退後もモンゴル国内で継続しているようです。朝青龍さんはモンゴルレスリング協会長などを歴任し、他にも農業作業など多角的な経営で活躍しています。一方の旭秀山さんは08年から12年までモンゴルの国会議員を一期務めました。現役引退後も様々な方面で活躍する朝青龍さんと旭秀山さんですが、春間富士さんの暴行事件をきっかけに再び衝突してしまいます。旭秀山さんは日本のテレビ番組で、あの時はだいぶ飲んでいたらしい、鷹の岩に電話がかかってきてスマホを見たら怒られた、それを見た春間富士が怒り突然ビール瓶を持ち出して周囲が止めたと証言し、鷹の岩さんを擁護する形になっていたようです。それに対して朝青龍さんは自身のツイッターで、本当のことを聞きたくないか、ビール瓶なんてありえない話と弟分である春間富士さんを擁護したといいます。二派に分かれて対立していた二人、後に日本テレビ系情報ライブミヤネ屋に出演した旭秀山さんは、朝青龍さんとの確執について聞かれると苦笑いしながら、相撲で昔土俵際のトラブルが実はあるんですよ、風呂場とか髷を掴んで反則負けとかあって怒って俺の車のミラー壊しちゃってと振り返り、今でもライバルというか仲はあんまり良くないですとぶっちゃけています。ツイッターで朝青龍さんが春間富士さんを擁護していることについても、だいたい僕の言ったことに全部反対だという人間なんでと言いますが、とはいえ公衆の面前でつかみ合いになるほど現役の頃のようなバチバチの関係ではなさそうで、モンゴルであったら問題ないんですよ、握手して普通に喋ると言います。旭秀山さんと朝青龍さんの確執はしばらく続くのかもしれませんが、どこの国の出身であろうが暴行や八百長反則はあってはならないこと、これからの大相撲を担う力士たちにはクリーンな相撲界を作っていってほしいですね。皆さんこんにちは。大相撲の長い歴史の中で横綱は73人誕生してきました。大記録を打ち立てる大横綱、幕内優勝できなかった問題横綱、いろいろな横綱が誕生しました。
今回は偉大な記録を打ち立てた白鵬の相撲人生を振り返るとともに、北の富士から送られた衝撃の一言を紹介したいと思います。白鵬の強さはここだ、あの大記録はすごすぎると、皆さんの鋭いコメントを書き込んでくれるととても嬉しいです。白鵬はモンゴル出身、現在38歳です。お父さんはモンゴル人としては初のオリンピックメダリスト、モンゴル相撲の横綱でもあり、モンゴルの英雄でした。その父の影響もあってか、自然と相撲に興味を持った白鵬少年は、国の先輩が活躍する日本の相撲で頑張ろうと決意します。すでに関取であった旭鷲山のつてで中学を卒業して、すぐに来日します。しかしすぐに入門はできずに、一緒に来日した仲間と共に一般企業に就職。相撲部で汗を流し、相撲部屋からのスカウトを待ちました。仲間が次々とスカウトされていく中、小柄であった白鵬少年にはお声がかからずにいました。失意の中、帰国するかという直前、白鵬を憐れんだ旭鷲山は、自身の師匠である元大関旭国の大島親方に相談。大島親方は友人の元筑波山の宮城の親方に受け入れを打診。宮城の親方が快諾して、ようやく入門先が決まるという波乱のスタートになるのでした。宮城の親方は体の小さい白鵬を見て、まずは体を大きくさせようと稽古より食事を優先させ、たくさん食べさせました。小さかった白鵬は決して強くはなかったですが、体が大きくなるにつれ力をつけ、白鵬は勝ったり負けたりを繰り返しながら番付を上げていき、2004年初場所で十両に昇進します。翌春場所で十両優勝を果たし、十両は2場所で卒業、夏場所で新入幕します。この時の年齢は19歳1ヶ月。当時の史上4番目、外国人力士としては一番の若さで、新入幕という出世を果たします。そこからも堅実に勝ち越しを重ね、2006年夏場所には大関に昇進。新大関の場所で初優勝。翌2007年夏場所では初めて全勝での優勝を果たして、横綱に推挙され、トントン拍子で第69代横綱に昇進しました。昇進伝達式での口上で、精神一至るを貫き、相撲道に精進しますと決意しました。精神一至るとは、精神を集中して努力すれば、どんな難しいことでも成し遂げられないことはないという意味だそうです。その強い決意を持って、ここから白鵬の伝説が開幕していくのです。先輩横綱の朝青龍が不祥事などで実力を落としていく中、絶えず優勝争いを繰り広げる白鵬。朝青龍が突然の引退を発表した2010年春場所以降は、一人横綱として63連勝を含む7場所連続優勝を皮切りに、優勝回数は最終的に45回、幕内通算勝利数は前人未到の1000勝を超え、歴代1位の記録となっています。他にも横綱在位84場所など偉大な最高記録が輝いています。横綱白鵬が誕生した後、しのぎを削るライバルとして3人の横綱が誕生しました。春間富士、鶴竜、稀勢の里です。ただし春間富士とは36勝21敗、鶴竜とは42勝8敗、稀勢の里とは44勝16敗と大きく勝ち越しており、偉大な横綱として追随を許さない無類の強さを誇っていました。それだけ優勝を重ねてきた白鵬も晩年は怪我に苦しみ、休場を繰り返すようになりました。その中でも時には優勝するぐらいに強さは見せていたのですが、2021年秋場所後に引退を発表。思わぬタイミングとなりました。白鵬は引退時の会見で
右膝が言うことを聞かなくなったと引退理由を発表し、相撲が大好きで幸せ者だと思う。全部出し切った。活躍の場を与えてくれた日本相撲協会には感謝していると感謝の意を述べました。こうして現役生活にピリオドを打った。白鵬は年寄り、間垣を襲名。翌年には宮城野を襲名して、宮城野部屋を継承します。現役時代から内弟子を取って、石浦、炎鵬、北青鵬と幕内まで育てた実績のある、白鵬改め、宮城野親方。部屋を継いで、その成果が、早速発揮されます。2023年初場所、幕下15枚目格付け出しでデビューした落合が全勝で幕下優勝。翌春場所には十両に昇進。ここでも勝ち越しを決めます。このことについて元横綱の北の富士は、白鵬さんのところですか、まだ断髪式をする前なのに充実している、彼に見る目があるんだろうね、昔なら弟子入りの列をなしたでしょうねと絶賛の評価を下した。部屋の力士も育って、前途洋々の白鵬を改め宮城野親方だが、横綱晩年の時は決して褒められない言動で批判をたくさん受けていました。2018年頃から怪我の影響で理想の相撲が取れなくなったのか、立ち合いからの変化、かち上げ、奇襲の張り手で相手を翻弄した時もありました。そうした横綱らしからぬ相撲を取るようになった。白鵬には品格を求められる声が多数寄せられることになります。最後の優勝場所となった2021年名古屋場所でも勝ちを重ね、全勝で終わりはしたが、横綱らしからぬ相撲であったことは多くの有識者から指摘されました。せっかくの偉大な記録が霞むような批判の嵐の中、引退会見の時に晩年の取り口について質問されると、怪我をしてから理想の相撲が取れなくなり、鬼になって勝つのが横綱相撲だと考えていた、相撲を直そうとも思ったが最終的には期待に応えられなかったかもしれないと答えていました。勝つことが全てなのが横綱なのか、品格を保ち堂々とした相撲で戦うのが横綱なのか、皆さんの中でも賛否はあるでしょうが、白鵬の全てを否定はできないと思います。北の富士はコラムの中でこの名古屋場所の取り組みについて、私は今までは白鵬の理解者と自負してきたが、この日を限りでやめることにした、この相撲ばかりは理解できないし愛想が尽きた、誰の忠告も通じないだろう、それが白鵬の生き方だから仕方がないとコメント。偉大な記録を残した白鵬は横綱としての相撲では批判を受け続けましたが、部屋を預かる親方としては上々の成果を上げています。宮城野部屋からは前述の落合をはじめ、幕内の北青鵬、元幕内の炎鵬など期待の力士が揃っています。相撲に愛され、相撲を愛す、白鵬が好きな言葉を胸に、部屋から白鵬を追いかける横綱の誕生を期待しつつ、たくさんの力士を立派に成長させることで過去の汚名を注いでほしいですね。こんにちは。元横綱北斗海さんこと八角理事長は、現役時代千代の富士さんの弟弟子として同時代の横綱として活躍しました。引退後も親方として後進の指導をこなしてきた北斗海さん、一方千代の富士さんも九重親方として多くの力士たちを育ててきましたが、膵臓がんのため61歳で急逝しています。今回は北斗海さんが千代の富士さんに語ったある言葉について紹介していきます。合わせて両者の絆や取り組みについてなども一緒に紹介していきます。ぜひ
コメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。2015年11月、北の海理事長が急逝すると、新理事長に就任し、一躍注目を浴びることとなった八角理事長こと北斗海さん。現在も理事長として、各界を支え続けています。そんな北斗海さんは、元横綱、北の富士さんから九重部屋への勧誘を受けていたそうです。その後、中学を卒業した北斗海さんは、引退して親方となった北の富士さんの九重部屋へ、正式に入門しています。1986年3月には幕内優勝、同年9月には大関に昇進した北斗海さん。当時、初土俵から、星の名前で相撲を取り続けていましたが、大関昇進時に四股名を北斗海に改めました。1987年に横綱に昇進し、各界のトップに躍り出た北斗海さん。1992年5月に現役を引退するまで、幕内優勝8回を成し遂げました。現役時代は、千代の富士さんの弟弟子であることと、その千代の富士さんの激しい稽古によって、才能を開花させたと語られているようです。しかし、北斗海さんは、千代の富士さんよりも年齢は若かったものの、千代の富士さんほどの成績を残すことはできず、当時はあまり目立った存在ではなかったと言います。千代の富士さんと比較すると、優勝した数も少なく、数少ない優勝や活躍も、千代の富士さんが休場している時に集中していたようです。北斗海さんにとって、千代の富士さんは大きな壁であり、ライバルになっていたようですが、その一方で、千代の富士さんとの厳しい稽古があったからこそ、横綱に昇進できたとも言われています。そんな二人は、89年7月16日、名古屋場所において、優勝決定戦で直接対決しました。この戦いは唯一の同部屋横綱による戦いとなり、千秋楽の愛知県体育館は熱気に包まれていたと言います。85年秋場所から87年春場所まで、九重部屋10連覇の金字塔を打ち立てた北斗海さんと千代の富士さん。88年夏場所からも二人で圧倒的な強さを見せつけ、名古屋場所も両横綱の決定戦となった時点で、九重部屋の8連覇が決まっていたと言います。勝負は北斗海さんが立ち合い、から突き放しに行ったものの、一方の千代の富士さんも負けずと食らいついていったようです。強引に左四つに組み止め、豪快な右上手投げで北斗海さんを転がした千代の富士さん、見事に28度目の優勝をつかむと、安心したような感慨深げな表情で宙を見つめていたと言います。当時、同部屋優勝決定戦は40年ぶりとなっており、その上、共に稽古を励んできた兄弟弟子の対決となったことから、どちらが勝つのか、どんな戦いを見せてくれるのかと多くのファンから注目を集めたようです。しかし、当の千代の富士さんと北斗海さんはライバルへの対抗心とは別の感情を抱いていたと言います。当時の千代の富士さんは生後4ヶ月の三女が急逝する不幸があり、心労で体重が6キロも減少していたことが明かされました。稽古不足に心労で相撲を取れるような状態ではなかったにもかかわらず、名古屋場所へは首に数珠を巻いての場所入り、2場所ぶりの賜杯を奪還したものの、気分は晴れなかったようです。取り組み直後は変な気分だった。何かやりづらい。仕切っていて目が合わなかった。向こうもこちらを見ないようにしていたし、こんな決定戦は今後、絶対にやりたくない、と複雑な表情を浮かべていたと言います。一方の北斗海さんも同じ感情だったようで、当時の優勝決定戦について振り返った北斗海さんは、もうやりたくない、と明かしています。その上で、当時の心境について、普段のグーッとくるものはなかった。
千代の富士さんはお子さんを亡くされているし、気持ちの整理がつかないうちに土俵に上がってしまった。しかし千代の富士さんは勝負に徹していた。まわしを取られた時は稽古場よりも力が強いなと思いました。そして気がついた時には投げ捨てられていました。さすが31回優勝している人なだけあるなと思いましたと振り返りました。当時二人の師匠で相撲解説者の元横綱北の富士勝明さんも一度見てみたいと思ったことが確かにあったものの、ああいうことは体に良くないと思う、どっちが勝っても俺の弟子だというのが精一杯でした。見ていられないというのが正直な気持ちですと複雑な心境を明かしています。また部屋の打ち上げ会場から北斗海が行方不明になったというのを後で聞きました。よほど一人になりたかったのだろうと明かしました。それに対して北斗海さんは行かなくても良いのではないかと若干ふてくされていたのかもしれないと当時について振り返っています。やはり思うところがある中での取り組みは苦しいものがあり、生涯最大の壁、ライバルとして何の悩みもしがらみもないところで思い切り戦いたかったというやり場のない悔しさもあったのかもしれません。そしてその千代の富士さんも引退後、16年に61歳の若さでこの世を去ってしまいました。引退後、様々な事件で各界全体が大きく揺れる中、理事に就任するとともに九重部屋の親方として、後進の育成に励んできた千代の富士さん、時代を作った大横綱であり、現役の親方でもあった千代の富士さんの突然の訃報には、関係者からも多くの言葉が寄せられたといいます。幕内対戦6勝22敗だった小車事業部長は、初顔は78年夏、私が寄り切りで勝利し、その後5連勝しました。すると突然、稽古場にやってくるようになりました。東京にいても、巡業にいても、いつも胸を合わせました。その後は11連敗で、千代の富士さんは本当に強かったです。と現役時代について振り返りました。北斗海さんも理事長としてコメントを求められると、幕下時代からの思いを吐露。稽古を毎日やってくれた。力を抜いてくれないんだ。お互い意地と意地、絶対に嫌とは言わない。でも、それはありがたいことだった。悪いとは聞いていたが、絶対に強い人だと思っていたから、治るんだろうな、と思っていたのに、と声を詰まらせました。また、精神的に追い詰められながらの大一番を振り返り、娘さんを亡くしても、切り替えと集中力。もうダメ、引退、と言われながら優勝するんだから、とその強さを称えていました。部屋を訪れ、兄弟子の前で20分ほど手を合わせていたという北斗海さん。偉大な人が亡くなった。寂しい、ゆっくり休んでくれと言った、とこぼしました。平成の相撲界を大いに盛り上げてくれた千代の富士さんと北斗海さんの思いは次の相撲界を担う力士たちに受け継がれていくでしょう。こんにちは。日本相撲界は3月28日、両国国技館で理事会を開き、理事長改選で八角理事長を全会一致で選出しています。2015年11月に急逝した北の海理事長の後を受けて就任した八角理事長。16年には理事長選で元横綱の貴乃花親方を退け、今回で5期目となりました。大横綱として相撲界のトップを担ったこともある両者ですが、一時は非常に険悪な仲となった時期もあったようです。そこで今回は八角理事長が貴乃花親方に語った言葉について紹介していきます。合わせて両者の経歴などについても紹介していきます。ぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。
79年初場所で初土俵を見せた八角理事長、87年夏場所後に横綱に昇進し、8回の優勝を成し遂げています。92年夏場所前に引退した八角理事長は、93年9月に年寄、八角を襲名し、九重部屋から独立して部屋を創設しました。2012年には理事に初当選した八角理事長、15年九州場所中に北の湖前理事長が急逝したことで、代行を務め、同年12月に第13代理事長に選ばれました。今年3月に再選を果たした八角理事長は、2015年12月の理事長就任時と比較して、だいぶ余裕が出てきた。当初は手探りでいろんなことが整ってきたところでコロナ禍になってしまった。ただ一場所中止になったが、あとはなんとか開催できている。親方の協力と力士の頑張りで続けることができている、と、その心境について語っています。また、相撲界の中心となって活躍してきた白鵬さんが引退した後については、今は横綱、大関が4人と少ない、と現状を明かした上で、もっと早く次が出てきてほしい。関脇以下はチャンスだと思わないといけない。もっと自分が上に上がってやる、という気持ちを持ってほしい。力士によって力の出る時期は違うが、20歳過ぎとか20代中盤の力士が出てほしい、と期待を口にしました。最後に、今後の相撲界について、個人競技ではあるけれども、相撲部屋の団体戦という側面もある。調子のいい部屋というのは全体が上がってくる。一人が強くなるとつられて、みんなが強くなる風潮がある。各部屋で頑張るんだ、というのを見せてほしい、と語っています。昭和の終わりから平成の時代の初め頃には大きな相撲ブームが起きていましたが、現在は下火になっています。注目を浴びていた白鵬さんも引退してしまい、今後はスター不在の状況で、どうにか客足を回復するべく、理事会側は苦心している状況のようです。平成初期の相撲ブームを牽引した一人が、貴乃花親方です。横綱らしい相撲でも人気になった貴乃花親方は、惜しまれながら引退した後は理事会の委員に。しかし、そのまっすぐすぎる性格はスポーツの世界では人気の要因でも、私生活では生きづらさになってしまったようです。家族とは次々と絶縁し、理事会ともトラブルになってしまいました。2018年3月29日、日本相撲界は貴乃花親方を委員から年寄りへ2階級降格とする処分を下しました。弟子で十両の高義俊さんが春場所中に起こした暴行問題の監督責任に加え、無断欠勤した勤務態度も問題視されたといいます。同年1月に理事を解任されて以降、3度目の降格処分となりました。直後に開かれた記者会見では、これまでの私の行動によって協会の皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。理事会の処分を静粛に受け止めます。と反省を口にしていたと言います。貴乃花親方を降格した理由について、会見で八角理事長も、貴乃花親方の初場所中の無断欠勤及び出勤要請への無視、拒否、高義俊さんのへの監督責任、の2点を挙げました。その上で、真面目に仕事をして、また組織人として改めてもらえればと思っている、と語っています。同年10月1日、日本相撲界は貴乃花部屋の力士ら10人の千賀ノ浦部屋への転属届を承認しました。また、貴乃花親方から提出されていた退職届も退職願いとみなして受理し、同日の臨時理事会に報告しています。理事会後の会見で、八角理事長は、貴乃花親方は22回の優勝を成し遂げた立派な横綱であり、大相撲への貢献度は非常に大きい、と、これまでの偉業を称えた上で、今回このような形で相撲界を去ることは誠に残念。
協会執行部は直接話し合いたいと思った志賀の浦親方に、鷹の花親方と一緒に協会に出てこられないかとお願いし、1時間半くらい説得したものの、断られてしまった。鷹の花親方の知人も心配して電話をしてきたので、いつでも会うと伝えたが、面会ができなかったのは残念に思う、と惜しんでいました。同年9月に引退会見を開いたことで、大きな注目を集めた鷹の花親方。相撲界の中心となって活躍してきた鷹の花親方が引退することについて、八角理事長は、なんで辞めるんだろうと最初は思った、と心境を明かし、親方としてはいろいろあったが、一緒に協会を引っ張っていきたい思いでいた。今は勉強の時期かなと思っていたが、いつか一緒にとは思っていた。今回辞めることになって非常に残念、と語っていました。しかし、その言葉とは裏腹に両者の関係は修復不可能なほどに断たれていたと言います。鷹の花親方は大勢の前で親方らを罵倒していることも話題になりました。2014年に亡くなった放駒理事長、八角理事長、友綱親方、いずれも自分より年長の先輩に対してでした。そんな鷹の花親方が八角理事長をメンバーしたのは、16年1月の年寄り総会だったと言います。当時は山響親方が評議員を退任したことで、後任を決定する必要がありました。八角理事長は年寄り総会に先立って行われた評議員会で、元中村親方を推薦しましたが、これに対して、鷹の花親方は猛反発したと言います。年寄り総会に出席していたある親方は、鷹の花は評議委員会でも思っていたようだけど、その後の総会でも凄まじかった。親方たちが見ている中で、八角理事長を、てめえ、とか、この野郎、とか怒鳴り散らしていた。聞き取れた言葉はそれくらいで、あとはわめいているようにしか聞こえなかった。理事長が何かを言おうとしても、ずっと怒鳴っているので、私たちもドン引き。あの怒り方は尋常ではなかった、と明かしました。理事長選でもぶつかるも、黒星、となった鷹の花親方には、それはそれで終わり。これからは、土俵でいい相撲を見せるんだと、一丸とならなければいけない、と遺恨はないことを強調した。八角理事長は執行部から遠ざける。報復人事を行わず、巡業部長に任命しましたが、八角理事長としては、この勝負を根に持ってまた変な動きをされてはたまらないというのが正直なところで、鷹の花親方は、放っておくと何をしでかすかわからない。もううんざりだ、と話す親方衆もいることから、対応に苦慮しているのでしょう。と相撲協会関係者の言葉が報じられたこともあり、修復には程遠そうです。お互いぶつかり合うことはあったものの、相撲界をより良いものにしたいという気持ちは同じであるはずの両者。これからの各界はどうなっていくのでしょうか。現役時代、幕内最高優勝回数31回、そして国民栄誉賞を受賞するなど、歴史に残る偉業を成し遂げた千代の富士さん。日本を代表する名横綱に対して、日本相撲協会は最大の名誉とも言われている一大年寄りを送ることを満場一致で決めましたが、千代の富士さんは辞退しています。そこには師匠でもあった北の富士さんの存在が大きく関わっていたといいます。そこで今回は、千代の富士さんが北の富士さんについて語った言葉について紹介します。合わせて年より襲名の条件なども一緒に紹介していきます。ぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。通算1045勝、幕内優勝31回を誇り、気迫あふれる土俵で小さな大横綱とも称された千代の富士さん。現役時代は血の滲むような努力で才能を磨き、100キロ
以上も大きい相手を投げ飛ばして多くの相撲ファンを魅了しました。引退後も過去に4人しか与えられていない一大年寄りを日本相撲協会から授与されていますが、千代の富士さんは会見で辞退することを表明しています。辞退した理由については諸説ありますが、部屋の名前は一代限りでなく末永く続くものにしたいと語っていたようです。一代年寄りは大きな功績のあった横綱が現役時代のしこ名で親方となり、定年まで部屋を持てる特例となっています。そもそも年寄りになるにはかなり大変な手順を踏まなければならないそうです。まず三役小結び以上を1場所以上、幕内通算20場所以上、十両&幕内通算30場所以上という条件のうちいずれか一つを達成していること、また日本国籍がないといけないのでモンゴル出身力士などは帰化する必要があります。そして年寄り株というものを取得する必要があると言われています。相撲界全体の年寄りの定員が決まっていることもあり、その売買はかなり多額の金銭が必要だそうです。特に別の一門への移動の場合はさらに跳ね上がるようです。そんな数々の困難な条件を無視し、定員に関わらず年寄りになれる代わりに部屋を弟子に受け継いでいくことができないのが一代年寄り。一代限りで継承は認められず、過去には大鵬さん、北の湖さん、貴乃花さんというレジェンドたちに送られました。また一代年寄りには相撲協会の本音として大きな功績のあった力士に送る特別功労金を抑える意図も存在するといいます。明確な基準は定められていませんが、一代年寄りになるためには目安として幕内優勝が20回以上となっているようです。また通常の親方と同様に日本国籍は必須となっています。既存の名跡を確保するためには相当な資金が必要で、一代限りとは言っても名跡が無償で与えられるのだから良いのではないかと関係者の間では語られていたようです。しかしそんな名誉ある地位を与えられながらも誇示した千代の富士さん、その結果九重部屋は千代の山さん、北の富士さんから千代の富士さん、そして現在は千代大海さんへと受け継がれています。また当時の報道によれば特別功労金は北の湖さんが5000万円、千代の富士さんは1億円でした。さらに貴乃花さんの時は一代年寄りを加えて1億3000万円が送られたといいます。当時の千代の富士さんにとって一代年寄りと九重部屋を天秤にかけた時、九重部屋の継承の方が優先度が高かったのかもしれません。親方になることが保証されているのならば幕内力士が所属して体制が整っている九重部屋の方がメリットも高いはずです。千代の富士さんは新しく部屋を創設することの困難さを知っていることから、一代年寄りではなく九重部屋を継承することを選択したのかもしれません。実際に千代の富士さんの師匠である北の富士さんは大関時代に出羽の海部屋から分家独立した九重部屋所属になったことで生活が困窮したといいます。千代の富士さんは北の富士さんからその事実を耳にしていたのかもしれません。中学3年生の時、第41代横綱千代の山さんの誘いで九重部屋に入門した千代の富士さん、その後高校を中退した千代の富士さんは相撲一筋の生活を決意しました。懸命な努力の結果順調に出世をし、4年後には十両昇進を果たしています。さらに翌年には入幕を成し遂げました。当時の体重は幕内最軽量の96キロだったといいます。強引な投げ技が得意で圧巻の強さを見せていた千代の富士さんでしたが、左肩の脱臼を7回も繰り返すという困難にも見舞われました。しかし脱臼癖を克服すべくバーベルに腕立て伏せで体を鍛え上げた千代の富士さん、その結果
左で前みつを取って一気に寄って出る速攻相撲への転換に成功しました。昭和56年には親関脇で初めての優勝を飾ります。そして同年に横綱昇進を果たしました。初土俵から11年目の26歳で横綱となり、あの53連勝、相手の技と力を合わせて自由自在に取る円熟図相撲へと進化していったといいます。逆転をチャンスに変え、歴史に残る活躍ぶりを見せてくれた千代の富士さん。小さい体ながらも何度も挫折を乗り越え、トップを極めた相撲人生でした。そんな千代の富士さんは2016年7月31日に膵臓がんのため亡くなっています。現役時代は千代の富士さんの師匠を務めた北の富士さんは穏やかな表情だった。やっぱり千代の富士らしい顔だ、ご苦労さんしかないでしょうと語りました。もともと兄弟弟子の関係だった二人でしたが、北の富士さんが部屋を継承したため師匠関係となっています。その後千代の富士さん、北斗海さんを横綱に育て上げましたが、これだけの弟子は二度と出るとは思わなかった。千代の富士とは縁もあって横綱になってくれて先代に面目が立った。素晴らしい弟子に恵まれたと明かしました。北の富士さんにとって千代の富士さんの存在は強く思い出に残っているのでしょう。だからこそそれが千代の富士さんの一大年より襲名を断る理由になったともされています。相撲協会からの打診を辞退した理由は名跡を後に残せないことと特別功労金の減額を嫌がったためと報じられ、千代の富士さんの決断について関係者たちは正解だよと反応していたようです。また現役時代に八百長疑惑があったことから周囲からの不信感があったのではという噂や、インタビューで故郷の北海道松前町に巡業に来てスカウトしてくれた恩師の後を継ぎたいと語っていたことがあるという話など、さまざまな意見が出ていました。しかし日経新聞の心の玉手箱というコラムに千代の富士さんの綴った真の理由が記されていました。そこには一大年寄りを断るように先代の師匠に頼まれて困った、返上については批判もあったと記載があったのです。先代の師匠とはもちろん北の富士さんのこと、先代から部屋を新たに作るのではなく自分の後を継いでほしいというたっての願いがあり、そこに恩返しをしたいという気持ちが加わって一大年より返上に至ったということなのでしょう。大横綱として角界を盛り上げてくれた千代の富士さんと北の富士さん、土俵の上だけでなく見えない場所にもドラマが隠されていたようです。次に一大年寄りを襲名するような輝かしい功績を成し遂げるのは一体誰なのでしょうか。これからの大相撲には目が離せませんね。こんにちは。平成以降の相撲人気を牽引してきたのは千代の富士さん、明けぼのさん、貴乃花さん、朝青龍さん、そして白鵬さんと実力と花を兼ね備えた名横綱たちでした。その中でも2010年に引退してからツイッターのフォロワー31万人と圧倒的な人気を誇る朝青龍さん、そこで今回は朝青龍さんが白鵬さんに語った言葉について紹介していきます。合わせて二人の横綱の直接対決や関係の変化なども一緒に紹介していきます。ぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。2010年に相撲界を引退することとなった時、先代の高砂親方と揉め部屋を出禁となり、弟分の断髪式で曲げにハサミを入れることも叶わなかった朝青龍さん、多くの功績を成しながらもまさかの最後となったことには多くの人々が驚いたことでしょう。そんな朝青龍さんが勝ち取った優勝回数は25回となっています。
前人未到の7場所連続優勝や年間6場所完全制覇といった圧巻の強さを見せつけ、後輩となる白鵬さんの出現によって青白時代となるまで相撲界では存在感を示し続けました。その一方で怪我で巡業を休みながらモンゴルでサッカーをしていた仮病疑惑や土俵上でのガッツ坊主などで批判を浴びたことでも有名です。また2010年の引退も不祥事によるものでしたが、そのようなやんちゃさも含めてファンからは今でも愛されているのかもしれません。現在は高い評価を受ける朝青龍さんですが、現役時代は正当な評価を求めてかなり苦しんでいたと言います。その原因の一つとして時代との巡り合わせがあったようです。空前の相撲ブームを巻き起こした若鷹時代の終焉後に全盛期を迎えることとなった朝青龍さん自身の横綱昇進と入れ替わるように引退してしまった貴乃花さんからは白星を挙げることができず、同じ横綱の地位にいた武蔵丸さんも怪我で休場が続き、その後しばらくして引退してしまいます。一人横綱として在籍した期間は歴代最多の21場所で、実質的にはさらに多かったようです。他の力士を例に出してみると貴乃花さんであれば千代の富士さんとの世代交代を印象付けた一番がありました。また後輩の白鵬さんも朝青龍さんに追いつこうと懸命に努力を重ねることで存在感を示すことができたといいます。しかし朝青龍さんには自らの強さを示す機会になかなか恵まれませんでした。初土俵から4年余りで史上最速の横綱昇進を成し遂げた朝青龍さん自身の責任ではないのにもかかわらず、周囲からは批判的な視線を浴びるようになり、中には若鷹時代なら朝青龍は横綱になれなかったのではないかなどと口にする人もいたようです。異国の地である日本で批判を浴びながらも懸命に結果を出し続けた朝青龍さん、そんな朝青龍さんの相撲は他の力士は真似できないスピード感があり、モンゴル相撲を基本にするたあやな決まり手は技のデパートとも評されていたようです。しかしその一方で朝青龍さんはその言動でも問題を起こすことも少なくありませんでした。2002年秋場所の貴乃花戦で敗北した際、悔しさをこたえることができず、怪我した足を蹴れば勝てたのに、と語り、物議を醸したこともあったと言います。批判を浴びた背景にこういった言動があったのか、評価されない不満がこのような言動に現れてしまったのかはわかりませんが、そのような中、朝青龍さんの後輩として注目を浴びるようになった白鵬さん、1985年3月11日生まれで、得意技は右四つ、より上手投げでした。生涯戦歴は997勝207敗33休。幕内戦歴は903勝159敗33休となっています。初の横綱取りへの挑戦となった2006年7月場所以降、負傷などがあったものの、2007年5月場所では自身初の15勝全勝優勝を達成した白鵬さん、そして、2007年5月30日に横綱に昇進し、第69代横綱となりました。幕内最高優勝37回は歴代1位でギネス世界記録にも認定されています。また、日本マクドナルド、北海道神社庁などの CM にも出演し、メディアからも引っ張りだこでした。さらに2010年からは北海道滝川市の観光大使、2013年からは名誉観光大使も務めています。ちなみに、第68代横綱は、同じモンゴル出身の朝青龍さんです。
白鵬さんより5歳年上の朝青龍さんは幕下時代から白鵬さんに稽古をつけ、ことあるごとに食事に連れ出すなどして仲良くしていたといいます。しかし白鵬さんによれば、それが大関になった頃から巡業中でも隣同士になっても目も合わさなくなり、会話もなくなったと関係にひびが入っていたことを明かしました。そんな二人にはある事件が勃発してしまいます。それは2008年5月場所千秋楽結びの一番でした。朝青龍さんの引き落としに敗れ、土俵を這う白鵬さんに朝青龍さんがダメ押しをしてしまいます。むきになった白鵬さんは右肩で朝青龍さんを押し返し、土俵上で一触即発の睨み合いとなりました。当時について白鵬さんは、向こうが先に仕掛けてきたと明かし、一方の朝青龍さんは殴られるかと思った、彼は若い、熱くなってはダメだと先輩らしく落ち着いたアドバイスをしています。また横綱2場所目からは一人横綱となった白鵬さん、目標としていた朝青龍さんに追いつくことができて喜んでいた反面、突如引退した朝青龍さんについては寂しさを感じたようです。引退の知らせを聞いた時はショックすぎて心に穴が開いたような感じでした。本当に一人きりになってしまったという感じです。横綱としてこれから私はどのような戦いを続けていけばよいのだろうか迷っていましたと当時について振り返っています。朝青龍さんと白鵬さんは共に引退してしまいましたが、二人とも SNS で現在も人気を集めているようです。特に朝青龍さんは SNS を通じて人懐っこい一面が世間に浸透し、人々から愛されています。朝青龍さんと白鵬さんはお互いを高め合える良きライバルだったのでしょう。引退と親方襲名が決まった際の会見で記憶に残る戦いの一つとして、平成16年九州場所での横綱朝青龍さんに対する最初で最後の金星を挙げるほど現役生活を通して大きな存在であったようです。そんな白鵬さんをツイッターで素晴らしい横綱でしたと称えるとともに、残りの言葉二人で話そうと呼びかけ、一言お疲れとねぎらった朝青龍さん、話しきれなかった残りの言葉は何なのかも気になるところですが、二人の今後も目が離せませんね。こんにちは。2021年9月30日大相撲で史上最多となる45回の優勝を飾った白鵬さんが、日本相撲協会を通じて引退を表明しました。今も当時も不滅とも言われている横綱双葉山さんの史上位置の69連勝に迫った白鵬さんは、数々の記録を打ち立ててきましたが、連勝を63に伸ばし、この記録を止めたのが当時平幕だった稀勢の里さんでした。そこで今回は白鵬さんが稀勢の里さんに語った言葉について紹介します。合わせて両者の来歴なども一緒に紹介していきます。ぜひコメント欄にあなたの感想を記載してください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。現役20年で優勝45回、通算勝ち星1187勝といずれも2位以下を大きく引き離す歴代トップを飾る白鵬さん。しかしモンゴルから来日した際の体重は60キロ台で、なかなか声がかからず、やっとのことで宮城野部屋への入門が決まるなど、白鵬さんの相撲人生は挫折から始まりました。それでも食事管理や四股、すり手、鉄砲といった基本の稽古を徹底し、他の部屋へ積極的に出稽古に行くなどひたむきに努力を重ねます。その甲斐あって入門から3年で新入幕、19年夏場所後には第69代横綱に昇進し、
約14年にわたって大相撲の頂点に君臨しました。平成22年には双葉山さんに次ぐ歴代2位の63連勝も記録しています。当時このまま双葉山さんの記録も抜いてしまうのではないか、70連勝もありうると言われていた白鵬さんの快進撃。そんな連勝記録を止めたのは稀勢の里さんでした。自身よりも先に引退した稀勢の里さんについて白鵬さんは、自分と同じ右4つだったらすんなり69連勝できたのかもしれない、稀勢の里は左4つで喧嘩4つだったからその形を磨いてお互い相手の形にさせまいとしていた、ライバルとして彼は外せない存在だったと語っています。稀勢の里さんとの取り組みで一番印象に残っているのを連勝ストップの一番だった、63連勝でしょうと断言しているほど大きな節目に感じているようですが、その上であれがあるから今がある、連勝記録を達成していたらここまで来られなかったと感謝を口にしました。ライバル心を燃やしてきた両者は土俵の外でも火花を散らしたことがありました。2016年5月場所では稀勢の里さんから勝利をつかんだ白鵬さんでしたが、優勝から一夜明けた会見で稀勢の里に足りないものは何かと問われると、はっきよい、大相撲日和の山、数え歌を力士会がファン向けに収録し、その動画を配信した際の稀勢の里さんの振る舞いを挙げたといいます。収録では、関取たちがにこやかに歌っている中、稀勢の里さんだけは笑うことなく、終始、仏頂面だったようです。その様子にファンからは、つまらなそうとの声が上がり、稀勢の里らしいと好意的なコメントもあったものの、力士会会長でもあった白鵬さんは物言いをつけました。この振る舞いについて白鵬さんは、社会貢献として子供たちの相撲大会などに参加し触れ合ってアドバイスするようなことも大事なのではないか、相撲一筋ではなく心に余裕を持ち視野を広げることも大切だろうと語っていたといいます。横綱昇進後も双葉山さんや大鵬さんといった歴代の大横綱を尊敬し日々進化し続けてきた白鵬さん、21年10月1日に行われた引退会見で横綱の存在について問われると、土俵の上では手を抜かず鬼になって勝ちに行くことが横綱相撲だと思っていた、横綱になりたての頃は皆さんが思うような理想の相撲を追い求めた時期もあったが、最多優勝記録を更新してからは怪我に泣き理想とする相撲を取れなくなって残念に思っていると後悔も口にしました。引退前、白鵬さんは取って変わる若手が出てくれば自分は退くと周囲に漏らしていたといいます。しかし白鵬さんの後に横綱に昇進した春馬富士さん、鶴竜さん、稀勢の里さんはいずれも先に引退し、白鵬さんを超える若手が現れないといった現実もありました。同じくモンゴル出身で強さを誇った朝青龍さんも先に引退し、不祥事が続いていた角界を一人横綱として支えてきた白鵬さん、批判を受けることも多々ありましたが、土俵上では圧倒的な存在感を見せつけてくれました。そんな白鵬さんに対し稀勢の里さんも闘志を燃やすとともに、ライバルとしてその強さを称賛してもいたようです。白鵬さんの引退表明後、稀勢の里さんはインタビューに応じその思いについて打ち明けています。まず引退については、終わりは誰にでもやってきます。白鵬関のような素晴らしい横綱がいなくなるのは寂しいことです。世代交代だとささやかれながらも、最後の最後に全て優勝を果たし後世に弱い姿を見せずに退く姿は白鵬関らしいと思います。彼のやってきたことは間違ってなかったと思いますと語りました。白鵬さんとの特に印象に残っている場面については、館内の歓声です。白鵬関と戦った際は経験したことのないほど素晴らしかったです。2013年夏場所、初日から13連勝して14日目の時に白鵬関と当たりましたが、とても熱い声援で皮膚が潰れるような感覚に陥りました。自分は
新横綱としての優勝も経験していますが、あの時の声援には負けます。白鵬関がいなかったら体験することができませんでしたと感謝も口にしています。また稀勢の里さんは白鵬さんと61回対戦し、白鵬さんの45勝16敗となっていますが、それを踏まえて負けて悔しかった分、実力を伸ばすことができました。同じ横綱でしたが、白鵬関と自分とでは記録が全然違います。白鵬関も自分の部屋を持つと思いますし、共に強い力士を育てたいと思います。これからは今まで現役だったからこそ言えなかった話もしてみたいですと語りました。ライバルでありながらも同じ横綱として角界を盛り上げてきた白鵬さんと稀勢の里さんは今でこそ認め合う間柄ですが、やはり連勝ストップの際には強く意識していたようです。しかしそれが最大の隙となってしまったのでしょう。張り差しでうまく出ていけたと思ったものの、そこで焦ってしまったのか、激しい付き合いの中で逆転されてしまいます。稀勢の里さんに寄り切られ尻餅をついた白鵬さんはしばらく呆然とした様子を見せ、かぶりを振るとまだ受け入れられないという表情のままで花道を引き上げていきました。普段の倍20分も風呂にこもり、風呂上がりには涙ぐんでもいたといいます。それでも報道陣は容赦なくフラッシュを焚き、コメントを求めてきます。当時を振り返り、白鵬さんはまあこれが負けかってね、相撲の流れで隙があった、慌てて勝ちに行って、今まで63の白星があってもう一つ伸ばしてやろうかという隙があったんじゃないですかと、精神的にも負けていたと明かしました。稀勢の里さんの突っ張りは大横綱であろうと冷静さを失わせるものだったそうです。70連勝の大台を前に連勝を止められても平常心で一礼し、淡々としていた双葉山さんや勝利確実と言われた相手に53連勝でストップされた後、晴れ晴れとした笑顔も見せた千代の富士さんのようになると泰然自若をモットーとしてきたものの、わずかに届かなかった白鵬さん、改めて思えば自分はこんなもんじゃないかな、もう少し行きたかったと思うけど、これはこれで今日一日ゆっくり考えさせて、まだ13日ありますからと悔しさをかみしめていました。これからは指導者として白鵬さんと稀勢の里さんのような切磋琢磨するライバルたちを生んでほしいですね。皆さんこんにちは。2023年の大相撲は大盛況の中、初場所、春場所と終了しました。横綱が2場所とも全休する中で、初場所は大関貴景勝が踏ん張って13場所ぶりの優勝、春場所はその貴景勝も途中休場になり、横綱大関不在の波乱の中で関脇霧馬山が初優勝しました。各力士白熱した相撲を取る中で、時代を狙う若手のホープがいます。その名前は豊昇龍。今場所は2桁の10勝を挙げ、8場所連続勝ち越し、関脇も4場所連続で務める力士です。しかしこれだけの成績を上げながら、千秋楽まで優勝争いを演じたことは一度もありません。そこには豊昇龍の相撲に苦言を呈する元横綱の金言がありました。この動画では豊昇龍のこれまでを振り返りつつ、苦言を呈した元横綱はどこを指摘したのか、大関横綱への道は見えるのか、皆さんと一緒に考えていきたいです。豊昇龍のここがすごい、豊昇龍のこれはダメだと皆さんの鋭いコメントを書き込んでくれるととても嬉しいです。まずは生い立ちから紹介しましょう。豊昇龍はモンゴル出身の23歳、おじさんは大横綱朝青龍、もう一人のおじさんもモンゴル相撲の横綱と格闘技一家に生まれた豊昇龍少年は、自然と格闘技の道に進むことを決意します。しかし最初に選んだのはレスリング。朝青龍の勧めで日本の高校に留学することを決めた時もレスリングをすることに決めて来日しました。
おじさん、朝青龍がでかくて怖かったから相撲は絶対にしないと考えていた豊昇龍の気持ちが変わったのは初めて生で見た大相撲。春馬富士をはじめ力士に魅了され相撲に精進することを決意。部活も移って本格的に相撲に取り組むことになります。相撲部に入った時は66キログラムしか体重がありませんでしたが、持ち前の素質が開花して3年時にはインターハイで2位の成績を出すことができ、卒業後に立浪部屋に入門することになりました。初土俵は2018年初場所。同期には王鵬がいます。彼も相撲界のサラブレッド。父親が関脇高藤力、祖父が横綱大鵬という血統の期待の星です。当初は王鵬に敗れていた豊昇龍でしたが、次第に地位が逆転し15場所目で幕内に昇進します。王鵬も少し遅れて幕内まで昇進し、幕内での初対決となった昨年の九州場所では王鵬が勝利。このサラブレッド同士のライバル対決もこれからが本当に楽しみです。ここまで順風満帆で出世してきた豊昇龍ですが、最後の最後まで優勝争いに残ったことはありません。そこまでの強さが身についていないと思わせる一つ目のポイントは彼の相撲のスタイルです。豊昇龍の相撲のスタイルは特に型が決まっていません。よく言えば変幻自在、悪く言えば型のない相撲であります。本人はその型になったらその相撲しかできなくなっちゃうし、相手もそれで来るんだなってわかるじゃないですか。それは嫌なんですよと語り、柔軟な相撲を取ることに対して前向きに考えています。その一方で立ち合いに変化することがあり、強い相撲を取り切れていないこと、攻められると強引な手を使ってしまうことをよく指摘されています。例えば2021年の5月場所7日目の貴景勝戦、立ち合いで変化して敗れてしまった豊昇龍に対して元横綱北斗海の八角理事長は、上手を取って安易に勝てばいいという気持ちではなく、体が小さくても当たって前回しを取って必死に頑張る姿をお客さんに見せてほしかったと苦言を呈している。また今年の初場所8日目、佐田の海との対戦は立ち合いで右に変化、上手を取って送り倒し勝利を収めたが、格下に変化の相撲は姑息だと批判が集まった。こういった立ち合い変化の相撲について八角理事長は、立ち合いでごまかしている、苦労して勝つことを覚えるべきと安易に勝ちに行く相撲に苦言を呈している。よく9日目の若元春戦は強引な小手投げを封じられて敗戦。この一番に八角理事長はうまくやろうと考えた挙句、迷ったような立ち合いになったと豊昇龍の立ち合いに苦言を呈している。豊昇龍が立ち合いの変化を好むのは幕内では比較的軽めの体重で、当たり負けを気にしてのことではないかと言われているが、大関横綱を目指すのであれば当たり負けしない体格作りに精進してほしいと思います。2つ目のポイントとして豊昇龍が指摘されるのは相撲の強引さ。初場所を終えた後の大相撲トーナメント準決勝での青山との一番、相手に左上手を刺された豊昇龍は相手の出足に合わせて強引にすくい投げ、技が何とか決まって勝利は収めたが、解説の元横綱白鵬の宮城野親方は、本来であれば私は豊昇龍にこの相撲を取ってほしくはないですね、千代の富士さん元横綱みたいに左前三つ取って一気に走る、それができたらこんなに簡単に相撲が取れるんだって感じると思うんですよねと苦言を呈した。また春場所の5日目錦木戦では小手投げを食らって完全に体が落ちたにもかかわらず、相手の左足にしがみついて錦木は尻餅をついてしまった。この件についてネット上では、今の豊昇龍は最後危なすぎるわ、
相手のこと壊す気かよ。お互いに怪我するリスクあるからやめろ。粘る気持ちはわかるが、体飛んでるのに足にしがみつくのはダメ。変に道連れにするなよ。こけた錦木左肘思いっきり打ってたぞ、と批判が殺到した。こういった批判を受ける豊昇龍を、叔父の元横綱朝青龍はどう見ているのでしょうか。朝青龍はツイッターでたびたび豊昇龍の取り組みについて言及している。2022年9月場所千秋楽の遠藤戦、お互い勝てば勝ち越しという大事な一番でも立ち合い変化の相撲で勝負した。この一番について朝青龍は、こんな取り口いいのか、勝負から逃げるバカ野郎、若いのに恥ずかしい、と苦言を呈しています。いい相撲を取れば褒めるし、初場所で1日だけ休場した時には怪我の心配もしてくれますが、厳しい言葉が出るのはやはり角界の大先輩だからでしょう。豊昇龍は目標として、おじさん朝青龍みたいに一番上の横綱になりたい、と語っています。おじさんからの叱咤激励は他の誰の言葉よりも身に染みていると思います。期待値が高いからこそ苦言を呈される豊昇龍ですが、これらの元横綱からの苦言を胸に刻んだのか、この春場所は立ち合いに変化なく真っ向勝負で2桁の10勝を挙げました。春場所優勝争いをした霧馬山、大栄翔にはやや遅れを取る形となりましたが、豊昇龍も来場所再来場所で好成績をつかめば一気に大関昇進の声が出るでしょう。豊昇龍には今の悪癖を直して、元横綱たちがうなるような力強い相撲でのさらなる飛躍を期待して、この動画を締めたいと思います。さて、いかがだったでしょうか。今回紹介した力士や将来を期待される力士たちをはじめ、すべての力士たちの奮闘に期待し、全力で応援していきたいものですね。豊昇龍には期待している。来場所こそ初優勝、次の大関は豊昇龍だと思った方はグッドボタンを押して、今後の大相撲界を応援してください。この後大相撲に関連した動画もご案内しますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。